万来安全規制調整官から説明をお願いします。安全規制調整官の万来でございます。資料は3でございます。3とともに日本語版の、報告書の本体も本日お手元にお配りしていると思います。合わせてご参照いただければと思います。それは資料3に基づきまして、ご説明いたします。この原子力安全に関する条約の国別報告書については今年3月27日の委員会の場で作成方針についてご了承いただきまして、今回その作業が一通り終了して8月16日が条約事務局、これ IAEA 国際原子力機関になってございますけれども、こちらに提出することについて本日お諮りするものでございます。まずこの安全条約について、今一度簡単に、ご紹介申し上げますと、参考資料この資料3の最後の方についてございますけれども、この条約につきましてはチェルノブイリの、反省を踏まえてですね、世界の原子力安全の、向上ですとか、放射線防護体制の維持確率あと、事故の防止、こういったことを目的に1996年に発行したものでございまして、2012年4月現在75カ国機関が締約してございます。これは現在 IAEA のホームページによりますと2013年5月現在1カ国増えまして76カ国機関が締約しているということでございます。締約国はいろいろな義務が課せられるわけでございますけれども、具体的な安全を確保するための措置、具体的には第6条から19条まで、ございますけれども、それぞれの措置についてどのように移行したか、これを、報告することが各国求められる状況になってございます。今般、この、実施状況を報告書にまとめて、来年開催される散歩通ございますけれども検討会合、条約上レビューミーティングスという言い方をしておりますけれども、その場で各国の実施状況を相互にレビューし合うということが予定されてございます。ちなみにこのレビューミーティング検討会合でございますけれども第6回目になります。ちなみに前回第5回会合は事故が起こりました。2011年の4月、事故後1ヶ月足らずの段階で開催されております。また昨年8月には各国が福島原発の事故を踏まえてですね、取りました各原子力発電所の再評価の状況ですとか、それに基づいて取られた対策、これらが昨年8月に特別会合ということで開催されまして報告されております。この第6回会合の今後のスケジュールでございますけれども、来年3月に開催される予定でございまして、今週末に提出する各国が提出する国別報告書に対して来年の3月までに事前の質問、またそれに対する回答などが行われてこの会合が迎えられるという運びになってございます。それでは資料の方に戻らせていただきまして、では具体的にどのような記載事項になっておるのかというのが資料3の1の項目で書いてございます。概略でございますけれども、この報告の構成につきましては各国のレビューがしやすいように円滑に、かつ効果的に進められるように加盟国同士で決められたガイドラインに基づいて構成されております。我が国につきましては前回の会合で報告した時点2010年9月でございますけれども、この日以降の取り組みについて記載してございます。具体的にはこの括弧1から括弧16までございますけれども、ポイントだけ申し上げますと、まず概要におきましては、まずこれまでの主な出来事として委員会の設立、規制基準の見直し、原子力災害対策の体制強化、
あと前回会合で指摘された事項、まあ、具体的には人材育成に関することと、高経年化対策に関することというまでもなく、福島事項のその後の状況と、得られた教訓を踏まえ取られた対応、これらについて報告することになってございます、まあ、そういったことを記載してございます。あと次の第6条の部分、既存の原子力施設に対する規制につきましては、まあ、先ほども話題となってございました特定原子力施設の状況、あとその事故に関する調査の状況、あと再対の調査の状況などが記載されてございます。7条につきましては事故後改正された各種法律について説明してございます。8条につきましては規制機関、言うまでもなくこの規制委員会の組織について説明してございます。若干飛んでいただきまして、第16条緊急事態のための準備、ここについては改正された減災法と改正された原子力災害対策指針について説明してございます。あと以降17、18、19につきましては7月に施行されております新規制基準について説明をしてございます。私からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。これ実際には英語版を作って出すということで、とりあえず今日日本語で読んで了承をするということでよろしいですね。ご意見ありますか。はい、大島委員。一言だけですが、まあ、今この相当膨大な資料を準備で、まあ、規制庁国際化中心に努力しておられるので、大変ご苦労さんに思います。この3年に1回の原子力安全条約会議の議長は当規制委員会の国際アドバイザーの一人をお願いしてます。フランスの元規制委員会の委員長やってたラコストさんですね、まあ、彼がこの会議の議長をやっておるわけですけども、福島の事件、事故の後に全体を、日本から全体を包括的に説明報告すると、まあ、そういう資料としておそらく、まあ、各国の専門家注目するものであると思いますし、この8月から12月の間の質問期間ですね、この間にもいろいろ質問が寄せられて、それに対するまた回答していかなきゃいかんということで、事務的にはかなり大変だろうと思いますけれども、引き続いてしっかりやっていただきたいと思います。それから英訳も内容がボリュームがある上に非常にテクニカルなものに渡りますので、国際の方で大変苦戦を苦闘しておられるようですけれども、まあ、これも引き続いて頑張ってやっていただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。英語の方は大島園にぜひご協力いただきまして、見ていただくようにお願いしたいと思います。他にご意見がなければ、これで国別報告はこの正式には英語版を提出するということで了解したい、決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは